要石は、茨城県鹿嶋市の鹿島神宮と千葉県香取市の香取神宮にあり、地震を沈めているとされる大部分が地中に埋まった霊石。地上に見えている部分は、ほんの十数センチメートル。香取神宮の要石の地上部分は丸い。香取神宮の要石は、総門の手前にある。鹿島神宮の要石は、花崗岩で、地上露出部分は、凹んでいる。鹿島の要石は、鹿島神宮、奥宮、竹三日月神の荒玉の背後約50メートル、本宮より、東南東約300メートル離れた、境内の森の中に位置する。鹿島神宮の要石は、山の宮、みまし石、石御座、石のみましと呼ばれる。日本神話の吉原中国平定において、天津三日坊主、天、加賀瀬尾は平定の大きな妨げになった、日初期、末期、第二陣来した、第九段一所の二。天根加賀瀬尾討伐にあたり、京津主神と竹三日月神は、竹葉土の命を使わす。日本初期、末期、第二陣来した、第九段本文。鹿島神宮社伝によれば、竹三日月神は、見る目の裏の岩倉に降り、天根加賀瀬尾討伐のため竹葉土の命を派遣した。神が降りた岩倉が、現在の要石、住居が、鹿島神宮の原型であると伝えられる。鹿島宮社霊伝記によれば、鹿島社要石は、仏教的宇宙観でいう、大地の最も深い部分である金輪際から生えている柱と言われ、この柱で日本はつなぎ止められているという。同じ設定を持つ場所に、琵琶湖の竹生島がある。また、日本書紀では、鹿島銅石、ゆるぐ石、伊勢大宮宮など、漂う日本を大地につなぎ止める、国中の柱とされる場所が、全国に点在しているとされていた。四林採用省などの文献資料から、神仏習合を経て14世紀中頃に、要石のイメージは固まったと見られる。地上部分は、ほんの一部で、地中深くまで伸び、地中で暴れて、地震を起こす大鯰あるいは竜を抑えているという。あるいは貫いている、あるいは撃ち殺した、刺し殺したとも言う。竜は柱に巻きついて、国土を守護しているとも言われる。そのためこれらの地域には、大地震がないという。ただし、大鯰、または、竜は、日本全土にわたる、あるいは、日本を取り囲んでいるとも言い、五国の役割もある。なお、鹿島神宮と香取神宮は、日本で古来から神宮を名乗っていたたった三社のうち二社であり、もう一社は伊勢神宮、重要性が伺える。鹿島神宮の要石は、大鯰の頭を押さえると伝えられる。香取神宮の要石は尾を押さえているという。あるいは、二つの要石は、地中でつながっているという。要石を打ち下ろし地震を沈めたのは、鹿島神宮の祭神である、竹三日月大神。表記は、各種あるが、鹿島神社に倣う。通称鹿島様だと言われる。ただし危機に、そのような記述はなく、後代の付与である。竹三日月の命。竹三日月神は吉原中国平定で国つかみを、ことごとく沈め平らげたことから、大地を要石で押し沈めたという伝説が生まれたとされる。竹三日月大神は武神、剣神であるため、要石はしばしば剣に例えられ、石剣ということがある。鯰絵では大鯰を踏みつける姿や、剣を振り下ろす姿がよく描かれる。1255年、建長8年に鹿島神宮を参拝した藤原光俊は、尋ねかね京みつるかなちはやぶるみ山の奥の石の餃子を、と読んでいる。古墳の発掘なども指揮した、徳川光圀は、1664年、要石、どちらの要石かは資料により一定しないの周りを、掘らせたが、日が沈んで中断すると、朝までの間に埋まってしまった。そのようなことが2日続いた後、次は、昼夜兼行で7日7晩掘り続けたが、そこには達しなかった。江戸時代には、ゆるげどもよもや抜け字の要石鹿島の神のあらん、限りはで締めくくる、呪い歌を紙に書いて3回唱えて門に貼れば、地震の被害を避けられるという風習があった。1596年の京都の公家日記、時常狂記に、近畿地方で起こった地震の際に、余震よけとして3種の呪い歌が街中に貼られたという記録がある。1855年10月の安政大地震後、鹿島神宮の生杖を使ったお札が流行し、江戸市民の間で要石が知られるようになった。地震が起こったのは、竹見和地大臣が神無月、10月で出雲へ出かけたからだという説も現れた。後尾忠敬のストーリーの迷宮、文芸春秋、五文春文庫には大きな地震が学校の授業中に起こらぬように要石に祈る男と巡り合った小説家の不思議な話、学校が危ないという短編がある。宮城県香美町の鹿島神社にも要石があり、風土記によれば鹿島神宮のものを模したものだという。1973年にはまた別の要石が奉納され埋められた。この鹿島神社は鹿島神宮と祭神は同じだが、他の多くの鹿島神社と違い、鹿島神宮ではなく、塩釜神社からの勘定である。要石は動かせないもの、動かしてはならないものの比喩に使われることがある。ただし、重要なもの、欠けてはならないものの比喩に使われるキーストーンが要石と訳されることがある。そのため、この二つの比喩は混同しやすい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。